さあ、今日どこに行きましょう。なんか空いてなさそうですね。とりあえず飯を食うか、あるいは、どっか空いてますかね。寿司三昧24時間空いてるんですかね。ちょっと待ってください。寿司三昧。24時間空いてるんですか、あそこ。この辺で24時間空いてる店があるんでしょうか。日高屋。日高屋ラーメンがありますね。あそこで夜は明かしましょうかね。寿司は高いですよ、さすがに。ちょっとラーメン屋行ってみましょう。日高屋行ってみましょうか。ラーメンが食べたいっていうのはあるんですけど、吉野家もいいかもしれない。ここは24時間でしょうか。ここはなんか違うみたいですね。朝7時、ラストオーダー。夜10時半って書いてありますよ、これ。違うんですかね。ワイモバイルができてます。日高屋、もしかしてここは24時間か。24時間でしょうか、ここは。ここは何時までやってるんでしょうか、日高屋さん。行きましょうか。すいません、どうぞ。すいません、はい、こちら何時までですか。24時間です。あ、中華そばでいいですかね。すいません。中華そばお願いします。中華そば、はい。なんでそこで言うの、本当に。
お、死ね。お前、お前まだわかんないけど、本当に疲れたやつってあの年内でしょ。死ね。¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?